それじゃあカウントいきます。 5!4!3!2! おめえはあっちだろうが。優しいのね。 1! いっぱいいっぱいじゃねえか、この俺が。なあ信彦、お前京子にどんな作戦考えてたんだ？作戦というほどのものじゃない。プロジェクト D の8200はよほど自分のマシンコントロールに自信を持ってるんだが、必要以上に振り回しすぎる嫌いな。うまいことはうまいんだが効率が悪い部分だ。後ろにいた方が相手をじっくり見るし、心理的に優位に立てる。なのに京子は先行を選んだんだ。小細工出して真正面からぶつかりたい。それはそれで京子らしい。なんだかんだ言っても京子はモチベーションで走る感覚家だから、あとは D のドライバーがどのくらいクレバーなのかがポイントだ。気づくのが遅ければ京子にチャンスはある。この女うまい。うまいけどなんてだろう。俺が苦戦させられるほどの相手なのか。東道塾にだって勝ってるんだ。わけがわかんねえ。俺がよっぽど乗れてないのか、それともセッティングの失敗か。焦るな、カッカするな、とにかくクールになれ。まだ始まったばっかりじゃねえか。ケイスケが先行されてる。東横線を選んだのはケイスケレベルアップのためってこういうことなのか。なあ、凌介。レッドサンズとして遠征をやった頃と合戦略がパワーアップしている。マスコンワークが何倍もナーバスなんだ。東横線は前線でアップダウンが続くので、マスコンワークのトレーニングでは格好のステージなんだ。8200の復興は5ノッチ。理想はそれを倍の10ノッチくらいにコントロールする。5ノッチのマスコンワーク、10ノッチで使い分けるのか。言ってる意味がもう一つわからない。2000みたいにマスコンを乗せ替えればいいんじゃない。両は言うんじゃないぞ。クソだぜ。何が難しいって。テンション上げて前の車を追おうとすればするほど逆に立候補を我慢しなきゃいけないっていうこのちぐはぐさが俺には辛いとこだぜ。不思議な感じだ。前を走るあいつにいつの間にか引っ張られてる。思い通りに乗れてない割にこうしてついていけてるのは、あいつが理想的なペースメーカーになってくれているからだ。今は我慢してついていく。闇雲に攻めるだけがノーじゃねえってことだろうか。一回チャンス見つけねえとな。なんだろうな、直感だ。あの8200なんか違う。一見互角のバトルに見えなくもねえな。そうじゃ、俺にはわかる。結構よくやってるが、レールファイトやるには線の細い走りだぜ。所詮女には本当のファイトは無理だ。でしかいねえだろ、あいつらを止めるのは。そうか、分かった。京子にとっては有利な場面だ。プロジェクト D の8200は相当慌ててる頃だった。熱くなればなるほど車輪に負担がかかる。長引けばそれだけこっちが有利になるんだ。面白くなってきた。もし勝ったら最大の功労者はお前だろうな。京子の 515R のチューニングメニュー考えてんのは全部お前なんだからな。それは違う。まさか京子の先行でこれほどいい走りができるか全く予想外だ。対戦相手のドライバー特別な感情を抱いていることも京子の集中力を高めている。ハイレベルなバトルになればなる。俺たちは心と心で通じ合う何かがあるんだ。誰にも邪魔できない二人だけの世界なんだ。
そう。のうるせえ。そこまで。そこまで。ダーリン、フェイントで地平線に飛び込んだが、まさか被るとは思わなかった。引っ張られていくうちにリズムがシンクロしてきてるんだ。変な感じだぜ。いつものバトルと何か違う。この不思議な居心地の良さは何なんだろうな。後ろからのプレッシャーがどんどんきつくなってくる。こんなに近づいてギリギリのペースで走ってるのに、怖い時にウキウキするのがなぜ。楽しいよ、終わりたくない。どこまでもこのまま走り続けたい気分。メカ、わかったぞ兄貴。女子の弱点、情けねえ、バカすぎだぜ。なんでもっと早く気がつかなかったんだ。女は男と比べて体重は大体軽い。重量が軽いことは大抵はアドバンテージだが、ハイパワー車でその軽さがアダになるんだ。すごいことになってる。どうしちゃったの？私、もうゴールは近い。このまま行けば2本目に入れる。すごい、ダーリー、もっともっと高く飛ぼうよ。ぴょんぴょん跳ねるウサギのダンスはここまでだ。本物のバトルってやつを教えてやるぜ。軽い車体は軸重が小さく、粘着力不足を招きやすい。ましてやジャンプしちまえば一向も制動もできない。全くの無防備になるんだ。兄貴なんだ。見せてやるぜ、高橋良介直伝の本物の最速理論を。置いていかないで。追いたくない、もっと続けたい。私、こんな気持ちになったこと今まで一度もないの。他にどうしていいかわかんない。諦められない。これくらいのことでへこたれない。私、諦めないから。すげえな、攻め込んで。二編成ともうめえ。五千系を限界まで持ってくのは腕がいるからな。これほど見栄えのするバトルもめったにないよな。あの攻撃みたいなステンレスのボディがホームギリギリをかすめていくのを見るだけでゾクゾクするよ。こうして見てると五千系って車はつくづくかっこいいと俺は思う。あれほど綺麗で存在感あって、おまけに都会に入る車は他には絶対にないよ。終わらせる。だらだら付き合っちゃいられねえ。いやだ、抜かないで。もっと続けたいよ。割りたくないの。あだよ、俺は先に行くぜ。1200だ。プロジェクト D の勝ちだ。
あれ五線形は おい、京子。515R はどうしたんだ。それが代官山を過ぎたあたりで突然消えちまった。なんだって。わあ、びっくりした。うっかり地下深線に飛び込んで新渋谷駅地下ホームに行っちゃった。